会到。如果只有跟粉红的队长，我们的日文线上课程募资开始喽，请跟资讯栏签字，一定学好日文。ここは私が超超大好きな鍋のお店。予約が普段取れなくてずっと来たくても食べれなかったんだけど、今回なんと2ヶ月前から予約したら取れました。びっくりしたぐらい取れました。貴重な予約。ただ私もごめん、ちょっと楽しみすぎて。このお店は山菜パイローゴってスパイ鍋のお店、美味しそう。めちゃめちゃ美味しいんだけど、孤独のグルメの五郎さんいるでしょ、食べに来てんの。だから人気出ちゃったんだよ。美味しいから取れないんだよね。めっちゃいい匂いしてる。なんかすごいソース作ろう。私が美味しいソースの作り方レッスンをお願いします。ニンニク、マシマシ、ごまを2さじ。今大久保レシピ、レシピじゃなくて、ここに書いてあるこれの通りに作れば間違いないですね。ソースも美味しいよ。ニラです。ニラ大丈夫だよね。大好き。ニンニクは好きなだけって感じだけど、怒られないから大丈夫。いっぱい食べる。ピンクなのは豆腐用っていう。これも塩辛いからちょっと、うん、醤油。最後にパクチー。やだ。え、パクチー入れないとダメだよ。やだ。ほらパクチー、このさ、超新鮮。こんなに山ほど超贅沢。パクチーと仲良くしてよ。こんなにいい件。すごい。お試しに。大丈夫、ありがとう。ネギは入れる。ネギと一緒、同じ存在じゃん。全然違う。ネギ大好き、パクチー嫌い。パクチーは何か悪いことしたの？これ本当に同じ中学校の卒業。パクチー入れ放題最高。幸せ。味見する？大丈夫。一口。え、やだやだ。一口じゃないし。全然草みたいだよ。食べてみて。贅沢な。よくない、よくない。パクチーの味しない。これダメ。なんか悲しいことにあったの。あ、じゃあネギ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 。はい、スープスープ飲もう。スープ飲もう。あ、ネギも辛い。辛い。ネギも辛い。スープ飲もう。スープ美味しいよ。いや、なんか確かに今まで食べたことあるやつよりは薄いでしょ味。けど無理です。最近食べたのはいつだった？10年ぐらい食べた。じゃあなんで食べたの？食べたんじゃなくて、ご飯に混ぜ込まれてって。違法じゃん。警察に通報した？警察ピピー逮捕。見てカニが入ってんだよ、ここのスープ。まあここは美味しいんだけど、本当に酸菜白肉粉という鍋って中国の東北の料理で、煙突のある鍋中に炭。でもこっちの方が味的に美味しいから、見た目よりやっぱり味だなって。写真スポットというとやっぱり煙突のある鍋の方が来たよみたいな。そんなのはどうでもいい。この美味しさに比べたら私についてきて、美味しいもの食べさせるから。分かった、食べよう。私がもう美味しいし、酸っぱいのがしっかり酸っぱくて美味しい。すごいお出汁効いてる。この酸っぱい白菜を豚肉でくるんで食べるの。パクチーと一緒に黄金比率。13年も台湾に住んでる日本人からのおすすめです。あ、ほんとに私何年ぶりか、本当に私3回ぐらい電話したけど、食べたい時に。そうなんだ。じゃあもうマジで念願の。あ、涙出てきそう。今回だけ取れた、ゆんちゃんのおかげかな。でもね、最近ジェリーが白菜を家で漬けてんの。どうやって作るの？ちょっと塩つけて水、これだけ40日間発酵させる。しかも体にいいんですよ、乳酸菌じゃん。豚バラももう半分ぐらいの割合脂身でしょ。甘い。知らない豆腐。これは氷豆腐って言って、一回凍らせてるから食感が違う、うん、スープを吸ってるから甘みが詰まってて美味しい。鍋以外にも食べなきゃいけないサイドメニューっていうのがあって、ニラ餅。美味しそう。ニラがたっぷりこんな入ってるの見て。大好きニラ。でも熱々のうちに食べて。めっちゃニラの味する。あ、美味しい。ニラと春雨と卵の炒め、これでもかってくらいぎっしり入ってんの。この皮もサクサクで美味しい。薄くて、これ小腹空いた時とかに食べたい、うん、台湾ではお鍋が種類いっぱいあるんだけど、これもそのうちの一つで。めっちゃ美味しい。台湾幸せだよ。日本料理、中国のいろいろ地方の料理、プラス台湾料理、結構いっぱい美味しいものを食べれます。素晴らしい。ほとんど中がニラだから、こんなに大きいけど軽いよね。そうね、うん、食べれちゃう。美味しい。但是我们这边开几年了？40年。初めて旅行に来た時に教えてもらって連れてきてもらったの。食べ物が大事だよ。美味しくなかったら最悪じゃん。ここのおかげで私は台湾に住むことを決めたと言っても過言ではない。酸菜白肉粉のためだった。私の運命を変えてくれたお店だ。食べ物本当大事だよね。大事大事。気
結婚して移民するとかになったらね、うんうん、鍋にはいろいろ単品で頼んで、これはジジイが好きな大腸、食べたことないかも。焼き団子もね相当美味しいの。な、鍋って冬の美味しい食べ物って感じでしょ。台湾はさ、夏でも鍋屋さん予約取れないよね、うん、大好きだからみんな鍋が。そうなんだ。あとここの自分の料理持てるかな、牛すじ。これもおすすめの料理だって。牛すじ食べてみて。すごい、でかっ。人気のメニューだって。あ、辛い。でもプルプルで美味しい。 あ、辛いな。ダメ。辛い鍋食べれないね。そうなの。おー、結構辛くない？うん、でも美味しい。めっちゃ入ってるもんね、唐辛子。うん、うん、確かに辛さ控えめっていうの忘れた。日本人が辛いと言ってるのに、なんか台湾人は全然辛さは感じないもん。やっぱりカニ入ってるから、他の店の出汁とちょっと違う。めっちゃ入ってるよ。3匹も入ってるの。いっぱい入ってる。これが絶対美味しさの鍵だよ。幸せ。幸せって感じてるのは、酸菜白肉を食べてること、ルーゴがいてくれてることじゃなくて、どっちもだよ。似てない？なんか私たち本当に鼻が似てるよね。あと顔が縦長、輪郭が似てる。昔本当によく姉妹って言われて。そう、姉妹。おしまいだ。姉妹におつけて終わらせようとするの、この人いつも。面白くないか。マジで中学時代から変わらない。このまま。今年は7キロも太ったよ。中学時代からめっちゃ変わってる。マジでごめん、怒らないで。ジャニーズの中島くんみたいな感じ。嘘でしょ。本当。どの写真の話？女の子に囲まれてる写真だよ。何それ？モテてたの昔。いや、モテる。あれはモテるって感じ。今見せて。お、本当だ。ちょっとケンティー感でしょ。ケンティー感あるよね。何このモテモテ状況。否定しかねます。でもこれが女になったらそうなる。痩せたらそうなるってこと？今はもうおしまいだよ。この団子も美味しい。いっぱい吸ったら出るから美味しいんだ。柔らかい。マリコは中学生はモテてた。中学生マジでモテてたの。え、びっくりする。モテてないよ。超モテてたから。マジで私ただの引き立て役。モテてる。学年で一人は一回はこの人好きになるみたいなやついるじゃん。それないない。みんなコーチのこと好きだった。でも暗いから。暗くなかったよ。どこが？めちゃくちゃ明るかったじゃん。めちゃくちゃ明るかった。めっちゃモテてた。モテじゃない。いや、本人気づいてないだけだった。彼女と告白何回もされてるんですよ。親友が言ってることは事実だよね、きっと。でもネクラだから。どこが？とりあえず一回は好きになる人みたいな。え、全然知らん、そんな話。もうみんなとりあえず好き、一回は好きで。そんなことない。一回は通る道みたいな。国民的。外国人から言うと、一蘭ラーメンみたいか。とりあえず一回は食べてみたいみたいな。食べられてねえわ。え、だからなんかそこ行くみたいな人好きになるじゃん。イケメンとか全然。え、そこ行く？確かにめっちゃいい人そうやけど、そこ行く？あー、だから私と結婚したじゃん。そう、いいか。見た目じゃなくて。性格は本当にいい人としかし。いい人。よかったね。突然台湾行きたいって言い始めて、そうなんや、たまに行くんかなみたいな。もう結構言ってて、東京のお家にも遊びに行ったりしてたから、うん、ずっと中国語のテレビの動画が流れてて。台湾に行きますって言われた時はどういう気持ちだった？びっくりして、なんで台湾？ってなって、心に決めてたから頑張ってねって感じで。台湾人と結婚しますって言われた時はどういう気持ち？びっくりした。数年で帰っては来るのかなって。こんなにずっといるとは思わなかった。でも行ってからもずっと台湾楽しいって言ってて、昔からなんかやるって決めたらもうとことんやるから、勉強とかも一気にバーってやって、中国の最後の方にいきなりうんって成績が上がって、9年で中5位だったみたいなこと言ってて、どういうこと？別勉強今までどうしたみたいな。そんなちょっとやって5位になれんのみたいな。あ、美味しい。白菜の酸っぱさもあり、カニのコクもあり、カツオブスのコクもあり、うん、こういう鍋屋さんでパクチー新鮮なのをいっぱい食べる。新鮮なのは分かった、うん、でもやっぱりちゃんと後から来る。白腹台湾の良さ。お肉もまだ残ってるでしょ。これもまだグツグツいってるでしょ。これ火を消してなんと持ち帰れます。え、お鍋を？すごっ。だしもちょっと入れてもらって。いいな。しかも自分で野菜買ってきて足せるから。まだ2食ぐらい食べれる。そうよね。明日明後日食べれる。日本絶対無理よ、衛生的なこととかね。そうそう、だから全く迷わずに大きい方を選んで OK。 2人で食べるとしても持ち帰るのを考えて4人前でみたいな。
頭いい。学年5位。ちょっと、ちょっとバカにしたの入ってるやん。私についてきて。美味しいもの食べれるよ。美味しかったな。でも食べれる。伸ばすとちょっと変な感じ。そう。チャンネル登録お願いします。